どうもこんにちは。最近ですね、 YouTube の再生数がだだ下がりでめちゃくちゃ悲しい三浦です。ということで今回はですね、稲妻イレブン2驚異の侵略者やっていきましょう。実況今回19回目ということで、京都に来ております。で、今いるのが満遊寺中なんだけど、練習試合じゃないか、試合をねやるんですよ。やっていきましょうか。まあ、特にねレベル上げとかしてないんだけど、まあこいつら別に僕がねいちいちそんなレベル上げしなくても倒せると思うけどね。満遊寺中すごいよね。これ京都なのに少林寺のお寺があるっていうね。まあまあ仏教だから別にいいのかもしんないけどさ。我らは満遊寺中サッカー部、来門中サッカー部の皆様、お手合わせお願いします。ふんはあふんはあ、喋ってよちゃんと。フットボールフロンティア裏の優勝校と呼ばれる実力見せてもらうわ。よし行こうぜみんな。さあやってか。あんまスカウトとかいろいろやってないので、あんま選手がねそんなにいないんですよね僕実は。とりあえずメガネくんは外すわ。メガネくん入ってないね。まあこのメンバーでいいと思うけど。オッケー、相手のフォーメーション見てやろうぜ。うわー、コムソーすげえな。ドラマで見たことあるよ、時代劇で見たことある。あとはアタロウとウスケ、あの顔が赤いのと青いのはあれいたずらでペンキ塗られたらしいんだけど、落としてきなさいよもう。しゃあやってこっか。おそらくいつか仲間になるだれ、あろう小暮が今回メンバーに入ってないで、まあ補欠らしい。補欠っていうのか、なんていうのかな。うわちょっと待っと、前捕まっちゃったね。とりあえずは、あー技使えねえじゃん。なんで TP が、なんで TP が、いきなり TP がないんだけど。うわなんで回復してこなかったんだ俺。うわわわ、やばいやばい、回復いけ。ここはちょっとスライディングで確実にボールを奪い、あちょっと待って、うわオッケーオッケーオッケー、今結構うまかったな。オッケー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 、よしで、うわーやっちまった、やっちまった。ちょっと前で行こうぜ。よし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 、染めようか染めようか、うわダメか。ここのゴールキーパー何やってんだよお前。よしスライディングで染岡が近くにいるから、これボール奪えたら結構よし。 OK 来た、 OK 来た。で染岡がそこにいるね。さあ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 、 OKOKOK、 いけ OK 来た。これはどうした方がいいかな。染岡はあ、ワイバンクラッシュいっちゃおうか。いけー、さあこれ、うわーめっちゃえぐられていった。うわ完璧じゃん。これもしかしたら技を使わないで普通のシュートでも入ったかもしれないね。やったぜ。ああと多分吹雪が技を使ってないから TP が残ってるはず。しゃあダイレクト、よし OK、 まず1点。さあ1の時はこの時にアイテム使って TP とか回復できたんだけど、ちょっとメニュー見ていこうか。これメニューでアイテムとか使えたんだけど、使えたりすんのかなアイテム。あ使えない、あれ稲妻11 1の時はこのメニュー開いてアイテムとか使ってこの時にね TP とか回復できたんだけど、2からはできないのか。まあでもねアイテムとか使えてたら補欠の選手いらねえじゃんっていう話になっちゃうから、まあ正解って言っちゃ正解だよね。うわ来た竜巻旋風、さすが少林寺。こいつらあれだよね、少林寺拳法的な技ガンガン出してくんだろうねきっと。いけ瞳子、さあ瞳子はめっちゃいいぞお前。瞳子はねめっちゃいい選手だ。でここでパスを出そうね。ムーンサルト、かっけえ、何その技、
かっこいい。染岡にパス、うわうわうわ、やべ、次囲まれてる。なんでなんで少林寺がその技使う、うわぺちゃんこになったんだけど。ちょっと少林寺のなんかカンフーの拳法の人がね、あれ使うのはちょっと納得いかないけど。うわーすげえ、ここちょっとめっちゃ渋滞状態になってるね。でお前がちょっと前に出て、よしよし、危ない危ない危ない、よしよし、うわーもうシュートシュート、うわーこれ入らねえ、絶対入らない、絶対入らないって。これハンダーだよね、違うか、違う、一ノ瀬かな、これ。あそうだ、ハンダー怪我してるからこれ一ノ瀬だ。うわー何それ、サッカーボール焦げちゃってんじゃん。うわーちょっとシュートを入れられなかったのはちょっとあ、吹雪吹雪、おちょっと待って、お前ちょっともうちょっと前出よう。あ、染岡行け、染岡行け、うわ吹雪、もうちょっとこっち、うわやばいやばい、下がってきたぞあいつら、スライディング、うわー竜巻旋風きつい、トウコ行こう、よし、OK、これはザ・タワー、よし、さすがトウコだけにザ・タワー。しかしこれで TP をかなり削られてしまったね。やばい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 、よし、危ない、あーなんでなんで、ちょっと俺まだルールを理解してないんだけど、ワンだったら違う3人がシュートを打った時点でバーニング発動するんだけど、ちょっとなんかルールが変わってるっぽいな。ちょっと軌道前に出ようか、 OK で染岡、あこれ、うわーそうだよね、オフサイドだ、パス出した瞬間に今分かった。とりあえず前半はこれでおしまいになりそうだね。はいはいはい、まあ1点入ったからいいんじゃないかな。染岡パス、これでシュート入れられないかないかないか、あこれで前半終わり、よし、オッケー、まあとりあえず1点入れられたからね。さあ、あ、支配率が 51% か、もうちょっとボール持っていたいよな。最後、はい、染岡、トーコ前行こう、吹雪くん、あーしょうがない、よし、トーコ、いけ、なー、やばいぞこいつ、技でゴリ押ししてくるつもりだぞ、いけ、クリマス、すげえ炎、なんでお前突っ立ってんだよ、いけ、うわーやっぱそうだ、さっきからこいつずっとボール持ってるよね、止めろ止めろ止めろ、みんな止めろ、突っ込め突っ込め、よし、オッケー、おい、おーよし、よかった、壁山よくよくお前止めた、オッケーオッケーオッケー、やばい、あーしまった、よし、ドモン、ドモンがボールゲットして、あーやっちゃった、続ける、染岡ボールを、うわ取れないか、ちょっと下がった方がいいな、キーパーがボールをゲット、およしよし、バーニングフェーズ終了したね、あやべ、いけ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 、突っ込め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 、よし、よっしゃー、オッケーで、よし、オッケー、そのままいけるかいけないな、これちょっとタンマ、うわー、やべえ、変なとこタッチしちゃった、なんかシュートしたみたいになってるけど違う、俺間違えた今、
毒斬りの術。こいつら全然さっきからカンフー使わねえじゃん。全然使わないカンフー。うお、よし、ファウル、オッケー。さあ、ファウルを取りましたよ。来たね。ちょっと吹雪を前に出したいな。オッケー。ちょっとあんまいいとこじゃないけど、うわ、シュートね。もし突破できたらこのままシュートを打とうと思ったけど無理だな。よし、オッケー。うわ、よし、やばい、やっぱ軌道やばい。よし、打とう。よく来た、ここまで。うわー、さっきのワイバンクラッシュですげー持ってかれたかな。じゃあ普通にシュート打とうか。オッケー、よー、入れてくれ。これ多分無理っぽいよな。うわー、まあ技を使われてしまったら入らないな。でももうあのキーパーもう技使えないからな。で、ちょっと染岡バテてんな。レベルがね、ちょっとあんま高くないから、ちょっと体力とかもそんなないんだよね、きっと。よし、オッケー。で、トーコがボールを、止めようか。あー、やべ、やっちまった。よし、取れないか。取れないね。いけ、突っ込め。ほらー、いけ。よし、で、たまで、こうやって、ちょっと染岡がちょっと変なとこいるね。うわ、トーコ、うわー、よし、で、よし、オッケー、もういい、トーコ入れろ、いけ。おお、入った、絶対入った、よし、やったー。ふぶきくんにボール渡してもよかったけどね。ちょっと焦ってトーコがシュートしちゃった。よっしゃー、もうこれも、あ、ていうかもう後半31分じゃん。全然時間見てなかった。よし、もう試合終了だけどね。やったー。まだまだレベル上げしなくてもいけるな、全然。うん、ただね、あのキャラクターのレベルは十分なんだけど、操作してる俺自身がちょっとまだ慣れてないなね。支配率だって向こうの方がボール持ってるもんね。これ結構レベル上がるんじゃない？おお、いいね、いいね。なぜか染岡がレベル高えっていうね。お見事、なんと素晴らしいサッカー。さすがは来門中の皆様だ。なんたって優勝校だからね。裏の優勝校だかなんだか知んねえけどよ。それにあの研ぎ澄まされた技の数々、やはり日頃から厳しい修行で精神を鍛えているのだな。ノー兄じゃ。うむ、音じゃ。一体どんな修行を積んでいるのか、我らに聞かせてくれまいか。それはいい考えだ。皆様、ぜひともゆっくりしていってください。一気に歓迎モードになったね。今まですげえツンデレだったのに。お前たち、はっ、皆様に宴の用意を。堅苦しいな。これ一応中学生だからね。あんなこと言ってるけど、宴とか言ってるけど、中学生宴っていう言葉自体知らないと思うからな。うほ、宴っすか。あ、壁山は知ってたね。ごちそう食べられるっす。よかったな、エンド。これで万有寺も一緒にエイリアと戦ってくれるかも。あ、そうなんですよ。これね、今エイリア学園が、なんだっけ、襲う予告をしているので、いつ来るか分かんないっていうぐらいのね、もう緊迫した状況だったんだけど。そう、うまくいくかな。さあ皆様、どうかごゆるりと心ゆくまでお楽しみください。何これ、ダンスでも見せられてんの？うわー、かっこいい。演舞ってやつだな。商人にも見せてやりたかったな。うー、
ごちそうはどこすか？まさか宴ってこれ？まあお寺だしな、贅沢を言うなって。なんだお前お腹が減ってるのか？だったらこれやるよ。うほ、おにぎりじゃないすか。いただきます。ひー、か辛いっす、涙が。うしししどうだ、俺様特製大盛りわさび入りおにぎりだ。こら小栗、あ、逃げていった。壁はもう追いかけていったんだけど、ほんとなんてこんなの、もう許せない。まあでもいたずら、なんか可愛らしいいたずらだけどね。おい春菜、まったく申し訳ございません。それで何のお話でしたか？修行のことだろ。俺たちで言う特訓だよな。俺たちは40年前の伝説の稲妻イレブンが使っていたサッカーの秘伝書で技の特訓をたくさん重ねてきたんだ。ふむ、興味深い。我らも秘伝書で己の技を鍛えてみたいものだ。のう兄じゃ。うむ、弟じゃ。だったらちょうどいいさ。俺たちと一緒にエイリアンを倒そうぜ。いいや、それとこれとは話が別だ。のう兄じゃ。うむ、弟じゃ。無益な争いはしないこと。これは万有寺の誇りでもあるのだ。やれやれ、頑固な奴らだな。まあ、やると言ってもサッカーなんだけどね。なあ、ずっと聞きたかったんだけど、なんでそんなに外との試合が嫌なんだ？先ほども申した通り、サッカーは優劣をつけるものではありません。いや、サッカーは優劣つけるやつだからね、試合だから。そうかもしれないけどさ、フットボールフロンティアなら、もっとたくさんの強い奴らとサッカーができるんだぜ。それってワクワクしないか？ほうほう、なかなか面白いお方じゃの。あ、誰か来たよ。おお、これはあれじゃないですか、お寺のなんか僧侶的な感じじゃないですか。うん、おじいさんは誰ですか？結構背中曲がっちゃってんね。90度ぐらいになってんな。か、監督、いつ修行からお戻りに。あれでも柿田が監督だったんじゃなかったっけ。あ、で、じゃあ柿田はキャプテンだ。え、この人が監督さん？でも試合の時にはいなかったような。柿田がもう顔がおじさんだから俺監督だと思ってたよ。監督は悟りを開くため普段は山にこもって修行を続けておられるのだ。のう兄じゃ。うん、弟じゃ。前に学校へ姿をお見せになったのはもう半年も前になるかな。は、半年も？すごいな。半年も前、もう監督できないよね。遠藤殿と言ったかの。それでは逆に問おう。お主はなぜそこまでフットボールフロンティアにこだわるのじゃ。え、なぜって。サッカーをやりたいだけなら試合ではなくこのような手合わせでも良いのではないのか。でもフットボールフロンティアの全国大会決勝戦に出ることはじいちゃんと俺の夢で、その夢が叶った今お主はどうするのじゃ。宇宙人とやらを倒した先は。先？お主のサッカーを愛するまっすぐで曇りのない心は本当に素晴らしい。なればこそ己のさらなる成長のためもっと他の可能性を探ってみてはどう思うのじゃ。これね、稲妻イレブン2を最初にやった時も思ったんだけど、宇宙人がね襲来してくるのがちょっと早すぎたと思うんだよね。まず中学校の全国大会優勝したんだから次は世界行ってその次に宇宙人だろうと思ってたんだけど。他のってサッカー以外でですか？そうは言うとらん。サッカーの中にも様々な可能性があるからの。そう、例えばポジション、ゴールキーパー以外にも可能性があるかもしれん。キーパー以外。そうじゃ、お主にこのシュート技を授けよう。その名もメガトンヘッドじゃ。何そのダサい名前。メガトンヘッドってヘディングのシュートだよね。おい、ちょっと待って、何勝手に俺の遠藤を守るにそんな技伝授しちゃってんだよお前。俺は遠藤はゴールキーパーで使うってもう決めてんだから、フォワードなんか絶対使わねえ言うだ。メガトンヘッド？なんかすごそうな名前だ。それってどんな技なんですか？大体わかるでしょ、なんかヘディングだよ絶対。このメガトンヘッドはキーパーの経験を積んできたお主子にこそふさわしい技。さっきの試合を見ていてお主ならば使いこなせるだろうと直感したのじゃ。ふむふむ、なるほど。
ググッと溜めて頭からドン、バーンか、ふむふむ。どうぞこの万有寺でゆっくり悩まれるとよろしい。心を無にして語りかければ必ずや答えが見つかろうじゃろうて。何、遠藤守ゴールキーパー以外のことやるの？遠藤くんどうかしたの？実は豪炎寺とか見てて、いや俺もちょっとフォワードやりたいんだよなとか思ってたのかな。あのね、みんなが万有寺中をゆっくり見学したいって言ってるの。せっかくだから遠藤くんもいろいろと見て回ってみたらどうかな。そうだな、俺もちょっと万有寺中を見学してみるか。そうじゃ遠藤殿、お主たちに少しばかり教えておきたいことがある。何？秘伝書だけじゃなくて？わしはグランドの奥にいるからの、気が向いたら寄ってみなされ。秘伝書で覚えた技を他の戦士にも教えられる。お、すげえじゃんそれ。やば。でもさ、そんなことしたらさ、あれじゃない、なんかキャラクターの個性なくなっちゃわない？ねえ、なんかみんなカメハメハ使えるみたいな感じになっちゃうじゃんね。さあ、っていうことはちょっとグランドの奥行ってみようか。うわー、すげえ整列してる。女の子もいるじゃん。何やってんだろうこいつら。